2020年に突如としてシーンに登場して以来、確固たる人気を獲得し続けているミッドウェスト。若干20歳の彼の音楽性には、ポップス、R&B、レイジ、ハイパーポップ、そしてオルタナティブラップと多くの可能性をのぞかせます。今回はそんな急激な勢いで飛躍を続ける彼のキャリアを紹介します。2003年6月5日、エドガー・ナサニエル・サラット3世はサウスカロライナ州コロンビアで誕生しました。母親の仕事に従ってベルギーなど各地を転々としたサラットは最終的にインディアナ州で多くの時間を過ごすこととなります。幼い頃には父親からカニエ・ウェスト、ナズ、母親からはアシャンティ、キーシャ・コールなどを聴かせられて育ったサラット。姉がブロードウェイの曲を練習するのを壁越しに聴いていた彼は多くの音楽に囲まれて育ちます。いつも動き回り好きなトピックに熱中していたサラットは4年生の頃に ADHD と診断されました。落ち着きなさいと言われると自分を表現するのが本当に難しくなったと後に語るサラット。これは彼の音楽性に影響を与えます。中学生になってからは昔のヒップホップをよく聞くこととなったサラットは当時 EDM、ハウス、オルタナティブなど多くのジャンルに親しみ、そしてこれはサラットの音楽性を形作る原点とも言えるものでした。中学校ではバンドのクラスに通い、トランペットやバリトンを演奏していたサラット。彼の音楽性に対する好奇心はやがて自身の音楽キャリアの始まりをもたらします。2017年パークチューダーハイスクールに通っていた彼の最初の制作は冗談のように始まりました。サウンドクラウドアカウントを開設した彼のキャリアは Look at me のインストゥルメンタルに載せた同じ高校のザックという生徒に対するディスソング Look at Zack をきっかけとして始まることとなります。しかしこの最初の曲が原因でサラットは呼び出され3日間の停学処分を言い渡されることとなり、彼の最初の曲はネット上から完全に削除されることとなってしまいました。2018年当時リルドラコ aka ヤングバレットケイシングという名前で活動していたサラットはスポンジボブ&ウェーブという曲を制作します。スポンジボブのサンプルを使ったこの曲もネット上から削除され、現在ではジーニアスで歌詞の一部を確認することしかできませんが、リルドラコ aka ヤングバレットケイシングは文字通りジョークラッパーでした。そんな彼の転機となったのは2018年半ば自身の英語教師の言葉でした。コメディ以外の方法で自身の才能を披露すべきというアドバイスを受けたミッドウェスト。そして同時に英語が唯一の得意教科であったと語る彼にとってラップは難しいものではありませんでした。コンピューターオタクであったと語る彼をキャッシュアロエ、そして後にトライングをプロデュースするレイジー・エレンス、フィフス・エイステッドと3人の友人は彼を音楽に引き込みます。ミッドウェストはルーザーズ・クラブというディスコードサーバーに招待され、ウェイズ、15XXX、ドリーウッドワン、クランチ、ダルトン、ゼーゼーといったアーティストとオンライン上で出会い、オンライン上でノバギャングのリーダーであるプロブレムと出会ったミッドウェストは、ハイパーポップ、デジコアサウンドで知られるノバギャングやブラッドハンズといったグループの一員として頻繁にコラボレーションを行うこととなります。そして2019年初め、当時サスペクトという名前で活動していたミッドウェストは、最初の曲 GO とノバギャングのメンバーであった Z のプロデュースのもとリリースします。ドリウッドワンやオースクイーンといったノバギャングに所属するオンライン上でのアーティスト仲間と制作を行っていたミッドウェストはブラッドハンズのライブイベントにも参加し、2019年10月には初期の EP をリリースします。そして2020年、サスペクトという名前を変更しミッドウェストという名前で活動を開始した彼が最初に注目を集めることとなるのはブラストノイズ、そして2020年1月17日にリリースされたディスリスペクトでした。2つの曲はサウンドクラウドで最高800いいねを獲得し、2020年1月26日にはテイラー・スウィフトをサンプリングしたトラブルをリリース。2021
2月にはノバギャングに所属していたヤングスタージャック、そしてデビッド・ショーという客演に迎えた Don't Stop をリリースします。1000いいねを獲得したこの曲のリリースは彼にとって非現実的なものでした。2月28日には Two Faced をリリースしたミッドウェスト、そしてこれはブラックウィンターウェールズによってプロデュースされた最初の曲でした。ガーデンアベニュー、グーンシティに所属するアーティスト兼プロデューサーの彼女との出会いはミッドウェストのキャリアに光をもたらします。2020年5月、ミッドウェストがリリースしたのはノバギャング、グーンシティなどの多くのハイパーポップコレクティブに所属するオースクイーン、そしてウィドウを客演に迎えたトゥループスでした。この曲はイグアナアラナの投稿のおかげもあり TikTok で一気に人気を獲得し、ミッドウェスト最初のヒット曲の一つとなります。そして同時にこの曲のヒットからトゥループスに客演に参加していたオースクイーンにも注目が集まることとなります。このトゥループスに続きミッドウェストの次のヒットソングとなったのはゲームオーバー。ノバギャングの一員でありミッドウェストの友人であったドリウッドワンを客演に迎えたこの曲のリリースで、ミッドウェストは徐々に自身のファンベースを獲得していきます。2020年8月にはブラックウィンターウェルズによってプロデュースされたスリーフェイスと、そしてオールデンとバックシートなどの曲をリリースした後、10月16日公式デビュー EP シークレッツをリリース。サマー03からインディーズでリリースされたこの EP のドロップの1週間後にはスイッチでオンラインライブを開催することとなったミッドウェスト。シーンに姿を現したばかりの一人の青年に寄せられるアンダーレイティッドという言葉とともに、このオンラインライブで披露された曲は彼最大のヒット曲となります。2020年11月20日ミッドウェストはトライングをリリースします。ミッドウェストのキャリア初期から共に制作を行ってきたノバギャングのメンバーエレンスによってプロデュースされたこの曲は瞬く間にヒットを記録し、彼のフォロワーは一気にして1万2000人にまで上昇します。この曲の背景にあったのは当時高校生であったミッドウェストが感じていた疎外感や精神的にあちこちにいたと語る抑うつをヘビーなベースラインとビートスイッチに乗せたものであり、多くの若者を巻き込んで彼の名前は知れ渡ることとなります。2021年トライングや初期の楽曲ライアーをフューチャーしたプロジェクトサマー07で新たな年を開始したミッドウェスト。この EP の5曲目にはグレイブとのスマイルが収録されます。3月にはトライングのミュージックビデオが公開され、このミュージックビデオは現在までに214万回再生を記録することとなりました。この曲でのヒットを受け、高校卒業直前の6月にはゲフィンレコーズとレコード契約を結ぶことをラスレスのリリースとともに発表します。7月には Made It Back や TikTok 等などのシングルが先行リリースされ、この2つの曲はまたしてもヒットを記録。中でもミッドウェスト自身がカニエ・ウェストの 808&Heartbreak に例えるほど挑戦的だったと語る TikTok 等は Spotify の3番目に再生された曲となります。8月5日にはグレイブのリリースパーティーにエリック・ドーやオールデンと参加したミッドウェスト。 EP のカバーアートの写真をプロフィール写真にするようにというカットプロモーションの後、9月20日にはメジャーデビュー EP バック・イン・アクションをリリースします。カシダミア、スランプ 6S、エリック・ドー、タナと新進気鋭のアーティストを客演に迎えたバック・イン・アクション。この EP のサウンドはプレイボーイカーティを参考にビートセレクションを行ったと語る彼の言葉通りのものでした。バックインアクションのリリースとともにツアーを開催することを発表したミッドウェスト。中でもオーバーキャストフェスティバルのショーでの満員の観客が彼の曲を歌い返す光景は自身のキャリアがどれほどの飛躍を遂げているのかを示すものでした。このツアーの後には EP のデラックスバージョンがリリースされ、
DC ザ・ドンなどの客演が追加されることとなります。2022年に入ってからも彼の勢いは驚くべきものでした。2022年にリリースされた Better Luck Next Time、 大学の最初の楽器別れを経験し深く落ち込んでいた時に録音されたこのプロジェクトは、彼の心情を深く映し出し、失恋を一つのテーマとして展開されていきます。自身の失恋に基づいた I Know You Hate Me は先行リリースされ大ヒットを記録、彼の代表曲となります。 You say you love me but I know you hate me, I never wanna face me, I never wanna face me。 またエンディングトラックの On My Mind では、合唱団の予算がなかったミッドウェストは大学の友人5人を寮の部屋に集め、友人によるコーラスが収録されることとなります。4月にはまたしても彼の代表曲が誕生します。2021年9月に Wii さんが公開したトラックにはミッドウェスト、マトックス、そして最終的にイートが追加され、ロックイットアップは大ヒットを記録します。7月に行われたローリングラウドマイアミやロラパルーザーにも出演したミッドウェストは、ここで堂々たるパフォーマンスを披露します。2022年9月には EP バックインアクション 3.0 をリリースしたミッドウェストは、荒々しいロックレイジスタイルを展開し、この EP の中でもデトロイトスタイルのビートの上でベイビートロンを客演に迎えた223は、以前から TikTok でスニペットが公開されていたこともあり、またしてもヒットを記録します。この EP のリリース後にはドローケンジとのツアーを成功させ、独立した EP のリリースとともに年を締めくくったミッドウェスト。2023年1月にはデンゼル・カリーを客演に迎えたタリーをリリースし、突如として現れたハイパーポップデジコアスターは多くの人に認められる存在となっていました。2023年 EDM アーティストのサンホロとのアウトオブオプションズなど多くのシングル曲をリリースしたミッドウェストは、待望のデビューアルバム E3 を9月にリリースします。サンデーサービスのメンバーが参加したバラードソングロストから始まるこのアルバムは、デジコアスタイル、そしてポップスタイルを用いながら、ミッドウェストが抱えてきた人間関係、アイデンティティ形成などの問題をインターネットを通じて前進する姿を映し出すものでした。2020年にシーンに登場して以来、確かな才能を見せつけ、爆発的に人気を獲得してきたミッドウェスト、今後も彼の活躍から目が離せません。今回はミッドウェストのキャリアを紹介しました。リクエストなどがございましたらコメント等でお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。